HD21277 は水亀座の方角にある7等級の構成で太陽と似た黄色の主系列性である。地球から約70光年の位置にあり、肉眼では見えないが双眼鏡では容易に見ることができる。質量は0.99太陽質量程度で年齢は約75億年と推定されている。構成の周囲を 質量の大きな太陽系外惑星が好転している。系外惑星を持つ他の多くの構成と同様に金属量は高めで太陽の6割増しくらいある。また、1999年には赤外線の観測からゴミの円盤が発見されたと発表された。この円盤は構成から 30au から 62au 離れた位置に分布しており太陽系における エッジはスカイパーベルトのようなものだと考えられた。しかし、スピッツァー宇宙望遠鏡による70マイクロメートル、24マイクロメートルの波長の観測では、青春円盤の証拠である、赤外線の超過を検出することができなかった。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する。 IAU100NM e x e セワ r ルズプロジェクトにおいて HD21277 系はアフガニスタン共和国に割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでアフガニスタン国内での選考と国際天文学連合への提案を経て2019年12月に最終結果が発表される予定である。 ありがとうございます。